ブロニーの。キアナだよ。テレサはブローニャを呼び起こす方法を探すため、中央境界堂データベースによって作られたバーチャル空間に入った。私はこっそりとその後をつけて、一緒にデータで作った第二次崩壊の戦場にやってきたの。この空間で私は第二次崩壊時のテレサとクソババの AI に会って、それから、小さい時に亡くなったママにも会ったの。私はみんなと一緒に戦って、第二律者を追ってシベリアのバビロン実験室の前までやってきた。気をつけて、強烈な崩壊エネルギー反応だわ。第二律者は中にいるはずよ。テレサちゃん、キアナ、準備はいい？絶対に油断しちゃダメよ。はい！やっと、ママと一緒に戦える。いいところ見せなきゃ。実に面白い。まさかこんな展開になるとは、僕の予想を上回ったよ。二人とも、彼女を見逃さないように。はい、大司教様。お任せください。承知。任せて。ここが実験室の内部？どう見ても監獄にしか見えないけど。ここは大司教様がご自身で管理をされているの。私も実験の詳細は知らないけれど、なんとなく変な感じがするわね。あ、セシリア様もそう思う？それは置いといて、今は早く第二律者に追いつかないと。せっかくママとお話できたのに、テレサは余計なことばかして。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。わかったわかった。カードキーがないと起動できないみたい。この近くにキーがあるかもしれないわ。探してみましょう。あれ？大司教から連絡が。何？私にすぐに戻れと？どうしてこんな時に。テレサちゃん言って、大司教様なりの考えがあるんだと。ここは私に任せて。でも安心してよテレサ、私もいるよ。セシリア様は私が必ず守るから。わかった、頼んだわよキアナ。キアナ、キーを探しに行きましょう。
手分けして近くの看板を見て回りましょう。あんまり私から離れないでね。ラッキー、テレサがいなくなってこれでママと二人きりだよ。マンを勝利して当然だよね。何？不満なの？私の字より汚いよ。医者は今日から日記を書けと言った。私は日記を書いたことがない。何を書けばいいのかな。医者？ここは病院なの？今日の治療も辛かった。でも医者はストップはダメだって。治療がストップした子はみんな医者に連れて行かれて戻ってこない。怖い。連れて行かれたくない。もうこの小さくて黒いカゴの中にいたくない。ママに抱っこしてほしい。ママ、どこにいるの？あれ、続きが破られてる。この日記の持ち主は子供なのかな。ママと別々になっちゃってかわいそう。あ、待って、この先にも何か書かれてる。ママ、会いたいよ。でも泣くのは我慢する。絶対に泣かない。私にはママが教えてくれた魔法の呪文がある。悲しい時、ママはいつも耳元で魔法の呪文を唱えてくれた。心の中で唱えれば、すべての願いを叶えてくれる魔法の呪文。ママに合わせてくれる魔法の呪文。イッヒリーベディヒ。あれ？私、なんで読めたの？意味もわからないのに、どうして読み方がわかるの？キアナ？何か見つけたの？セシリア様、これを見て！日記？見せて。この塔でこんなことがあったなんて。でもバビロン実験室が医療機関だなんて聞いたことないわよ。え、じゃあこの子は一体。あ、頭が痛い。
目を覚ました、キアナ。あれ、セシリア様、何が起こったの？あなた、日記を見て急に倒れたのよ。大丈夫？具合悪くない？大丈夫だよ。ちょっと頭痛がしただけだから。この日記を読んで昔のことを思い出しちゃったの。昔のこと？私も小さい時にママと別れたの。だからこの子の気持ちがわかるの。心が空っぽで誰にも頼れなくて。かわいそうな子。え？恥ずかしがらなくていいのよ。私の腕の中で少しお休み。ありがとう、ま、うん、違う、セシリア様。少し良くなった。うん、もう大丈夫だよ。他の部屋も探してみよう。そうだ、日記も持っていこう。でも日記に書かれた呪文、さっき読んでた時、心の中でママに抱っこしてほしいと思ってたら本当に叶った。嘘でしょ？まさか本当に願いを叶えてくれるの？違うみたい。監視室かな。ベッドの上に変なカードが。なるほど、これがエレベーターのカードキーね。やった、これでママに褒めてもらえる。あれ、紙もある。これは日記から破られていた部分。体がどんどん痛くなっていく。医者は検査をすると言って、私をテレビがいっぱいある部屋に連れて行った。私はテレビが大好きなの。ママに抱っこされて気持ちいいソファーで見るテレビが好き。でもこの部屋のテレビは変な数字しか映さない。つまらない。それに苦しいよママ。ママとの楽しい記憶がこんなになっちゃってかわいそうに。でも私はママと一緒にテレビを見たこともない。いいなあ、ここにテレビないかな。でもソファーがないのもダメだよね。イヒリーベディヒ。ダメダメ、何してるのよ。もう時間がないんだよ。でももっとママと仲良くしたい。もう一回だけわがままを言わせて。ママと一緒にテレビが見たい。ううん、それだけじゃダメ。ママと一緒にゲームがしたい。イヒリーベディヒ。何も起こらないよ。頭にきた。やっぱり嘘じゃん、私バカみたいに。いいや、早くママにカードキーを持っていこう。どこへ行くのよ、迷っちゃいそう。
気で私に勝てると思ってるの？ロクト&ローデッドハッカーズタイム、タイムトゥーセイグッバイ。今のうちにエレベーターを起動させたら、ママは絶対に私ができる子だって思うよ。コンピューターにカードを差し込めば。ビジターデータを検知。産休権限、認証開始。やった！これでエレベーターを動かせる。エラー警報、コア権限なし、認証完了できません。え？違法侵入を検知、権限凍結、システムロック、カウントダウン開始。10、9、8。なんで、どうしてよ。ダメ、復旧して。ここで終わっちゃダメ。コア権限検知、認証完了、起動システム読み込み中。これはゲーム？キアナ、ここで何をしているの？あ、セシリア様、コンピューターにキーを差し込んだらこんなのが出てきちゃったの。どうしたの？見せて。これはカレーファンタジーゼロじゃない。これはね、光のバルキリーカレンとカレンの恋人オッド、ペットのホムの3人が世界各地を冒険して、最終的に暗黒の力で大陸を支配する東の妖狐を倒し、カレンとオッドが結ばれるゲームよ。カレーファンタジーシリーズの3作目で、全2作の優れた点はそのままに、さらにパワーアップしてるの。グラフィックもすごく良くなっていて、ジョブが23種類もあるのよ。さらにオンラインランキング機能もついているの。私の一番好きなゲームよ。なるほど、このクエストをクリアしないとエレベーターは起動できないみたいね。え、そんなのありなの？驚いた。
このゲームは大司教様が開発したゲームで、リリースはしていないの。でも、これを実験室のセキュリティに使うなんて、大司教様らしいわね。天命の大司教はゲームも作るの？大司教様の好みが多分に入っているけど、これはバルキリーの集中力と反射神経を鍛える訓練用プログラムなの。だからスコアランキングもついているのよ。ついでに言うと、私はランキング1位なの。大司教様がずっと1位だったけれど、始めてすぐに追い越しちゃった。それでバンされちゃったけどね。大司教の心は本当に狭いね。まあまあ、キアナもプレイしてみて。注意点は私が教えてあげるから、問題なくクリアできるはずよ。起動したわ。キアナ、よくやったわね。これで先に進めるわよ。楽勝だよ。うわあ、私夢でも見てるのかな。あの呪文本当に効果がある。やった。私ママと一緒にしたいことがまだいっぱいあるの。Huh?
ここが制御室のようね。キアナ、ちょっと待っててね。上に続く道を開けてくるから。ママと一緒にいられるならいくらでも待つもんね。日記の呪文がこんなに効くとはね。次は何をお願いしようかな。でも日記の子はどうなったんだろう。ちょっと気になるな。こっちのコンピューターに記録とか入ってないかな。これは。1999年11月2日、崩壊エネルギー耐性 B 級の実験体2体が実験中に死亡。崩壊エネルギーの残留を防ぐため死者の焼却を提言。また51号実験体が比較的良い適応性を見せた。すでに51号をセーフハウスに移し観察を行っている。観察の結果、51号を他の実験室に移しさらに実験を進めることに決めた。すでにその家族に店の死亡通知を送った。家族は疑問を持っていないようだ。引き続き家族の監視を続ける。もし必要なら強硬手段を取っても構わない。マンを勝利して当然だよね。何？不満なの？これを見て。これはバビロン実験室は治療名目に人体実験を行っていたの？まさか第二律者の目的は崩壊反応炉だけじゃないの？セシリア、第二律者はまだ片付かないのか？おっと、大司教様、律者との戦闘中であることを忘れていたんじゃないだろうな。第二律者は実験室の崩壊エネルギーで強くなっていく。長引くほど君の勝算が低くなるぞ。それは分かっています。これ以上時間を無駄にするな、セシリア。僕は勝てない戦はしない主義なのだよ。早く律者を倒す方法を見つけた方がいいぞ。君すらあの律者を倒せないというのなら、崩壊核分裂ミサイルで実験室ともども律者を爆破するしかない。そんな。そうなってほしくないのなら早くいい知らせを聞かせてくれ。わかりました。え？ミサイルで実験室を破壊する気なの？大丈夫よ、キアナ。私たちが急げば問題ないわ。私に考えがあるの。そのためにはちょっと手伝ってほしいんだけど。キアナ、さっきのエレベーターに乗って地下にある動力室のブレーカーを落としてきてくれない？それで上層に続く道を開けられるの。わかった。どうしててめえはここにミサイルを撃ち込むの？待って、確か前に夢の中の声も言ってた。
第二律者との戦いでママが失敗することを恐れた天命がミサイルを発射して、それでママが第二律者の道連れになったって。そんな、まさかママが。ダメ、そんなの絶対に許さない。医者に地下のセーフハウスに連れてかれた。今日からここが私の新しい部屋だそうだ。私は2ヶ月後に他の病院に移されるらしい。医者はママが遠い遠いところに行ったと言った。だからこれから長い間ママに会えないと。ちゃんと治療を受けないとママに会えない。嘘だ、絶対に嘘。ママが私を置いてどこかに行くはずがないよ。ここにいちゃダメだ、逃げ出さないと。ママ会いたいよ。もう何の関係もないじゃん。それにここはセーフハウスなの？ママは動力室だって。ママが嘘をついたの？待って、そんなことないよね。騙してごめんね、キアナ。セシリア様、早くエレベーターを開けて。キアナ、あなたはセーフハウスにいて、実験室がミサイルによって破壊されたとしてもそこは安全よ。第二律者は私が倒すわ。私も一緒に戦う。私を信じてないの？大丈夫よ。私が戻ってくるまで
安心してそこで待っててね。ダメ、ここから出して。ママ通信を切られた。ここで待ってるわけにはいかない。近くにエレベーターのキーがあるはず。ママ待ってて、必ず助けに行くから。メイ先輩の愛があればいいの。
閉じ込められた。どういうこと？さっきまでのは全部私の夢なの？よかった、ママはまだ生きてる。違う、ほっとしてる場合じゃない。急がないとママが第二律者に殺されちゃう。こっちがダメでも他の道があるはず。に抜け穴を掘ったのね。ここは実験室の入り口ってことは、あの子は逃げ出せたんだ。よかった。ってほっとしてる場合じゃないよ。早くママを助けないと。絶対メイ先輩に近づけさせない。
ショータイム始まりだ。どこへ行くのよ、迷っちゃいそう。本気で私に勝てると思ってるの？
ために呼び出さないでよ。しまった、さらに強くなっている。やるじゃない、あなた以前のやつらと違うわね。あま、思いっきり楽しませてよ。セシリア様から離れろ、このクソ大義律者。こいつ、カマ、今よ。おいでなさい。逃げていったわ。でもキアナ、どうしてあなたがここに。キアナ、ここは危険よ。早くセーフハウスに戻って。いやよ、私だけ安全なところにいてセシリア様を危険にさらすのは。パパが言ってた、全てをかけて最愛の人を守れって。だから私も全力でセシリア様を守る。私だって役には立つよ。キアナ、あなたのパパは私の知っている人と似ているわね。あなたを見ているとあの人を見ているようだわ。わかった、さっきはごめんなさいね。もう無理強いはしないわ。あなたの言う通り、あなたの助けがなかったら私はもう第二律者に捕まっていたかも。キアナは優秀で頼りになる戦士ね。私と一緒に戦ってね。でももう一つ問題があるの。え、何が？キアナ、私はまだ24歳よ。ママじゃなくてお姉さんよ。わかった。いてせてない。つねらないで、セシリア様。どこへ行くのよ。迷っちゃいそう。ロクト&ローニングターン。キアナのターン。ファンファンで私に勝てると思ってるの？込められた子供たちはみんなこうなってしまったのかしら。医者は
彼女たちの崩壊エネルギー体制を強化するために彼女たちから感情の記憶を奪い命令に従うだけの傀儡にした。こんなことしてこれじゃ殺したようなものだわ。セシリア様、見て、この空の試験管に051シーリンって書かれてるよ。そう、第二律者もここの被害者だったのね。キアナ、私のお話を聞いてくれる？どうしたの、セシリア様？私ね、夢があるの。この世界には生まれながらに崩壊エネルギー体制を持っている子供が多くいるわ。その子たちのための学園を作りたいの。ヴァルキリーもここの子たちも戦争の犠牲品になるのではなく普通の人のように成長してほしいの。塔で起こった悲劇を繰り返してはならないわ。もしあなたさえよければ私の夢を一緒に手伝ってくれる？セシリア様、もちろん一緒にいさせて。よかった。まずは学園の場所はどこにしようかしら。極東にすごく綺麗な島があると聞いたことがあるけど。まあ勝利して当然だよね。何？不満なの？
第二律者を見つけたよ。塔の頂上にいる。さっきの攻撃を受けてかなり弱っているようね。今がチャンスよ。全てを終わらせましょう。はい。ノクトアートの捜索中。邪魔じゃ。目標録音。はや。ヤッホー。私の出番奪わないでよ。はっ。分かった分かった。本気で私に勝てると思ってるの？安らかに眠れ、第二律者。いいえ、シーリーさん。やったよ、第二律者を倒したよ。本当に子供みたいね。セシリア様、このままいさせて。もう少しだけでいいから。ええ、好きなだけどうぞ。お疲れ様、キアナ。うん。キアナ、どうしてここに？テレサ？遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。え？何を言っているの、キアナ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様が。いるじゃん。え？ママ？このデータ空間にどうやって潜り込んだの？早く一緒に帰るわよ。ここにあるのは、離して！我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう、学園長。キアナさん、セシリアならここにはいません。この声は、委員長、ここはどこ？ママはどこにいるの？最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。最初からバビロン実験室とセシリアは存在しないのです。言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪巧みであなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。あなたが探し求め全力で守ったセシリアも、シーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影にすぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリメリヒ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 。呪文を唱えれば。
すべての願いが叶う。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。いいえ、今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ、キアナさん。夢から目覚める時が来ました。
大司教様、深さんが目標を捉えました。テレサさんも制圧しました。ご指示を。テレサは僕の可愛い孫娘だ。見逃してあげよう。僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれ、デュランダル。了解。アイちゃん、少佐に直ちに出撃の準備をするように伝えて。目的地は天命本部よ。それとブローニャをハイペリオンに移して、すぐに手術の準備を始めてちょうだい。もう時間がないわ。キアナ、必ず助けに行くわ。